球状星団 NGC1851 の紫外線造形公式素を用いた作品に紫外線を当てて撮影した写真。紫外可視光を吸収するフィルターは使っていない。通常の可視光専用フィルムを使用。紫外線写真は、近紫外線を撮影した写真のこと。紫外線は、日焼けの原因になることからもわかるように、皮膚の奥まで通り抜けるので肉眼では見えない。 古い傷跡が映ったり、逆に皮膚の入れ墨を映さずに撮影することもできるほか、肉眼では不明瞭なルミネセンスを映すことが可能である。銀塩カメラ及びデジタルカメラの両方で撮影、可能である。紫外線は主に下のように分類される。紫外線撮影においては、通常、近紫外線を撮影の対象として扱う。大気は200ナノメートル以下の波長の紫外線に対する、 遮蔽効果が高く、またレンズ材も180ナノメートル以下の波長に対して透過率が高くないためである。紫外線撮影は医学、理学、工学の研究手法、犯罪捜査、映像芸術などに用いられる。撮影には紫外線そのものを撮像フィルムや撮像素子に観光させる方法が主流であるが、紫外線による傾向を捉えて行う手法も存在する。 紫外線光源として最も便利かつ簡易なものは直射日光である。しかし、その紫外線強度は大気の状態に極めて大きく左右される。一般的に晴れで乾燥した状態の高地において日光の紫外線強度は高くなる。他に身近に利用できる紫外線光源としてはエレクトロニックフラッシュが挙げられる。 エレクトリックフラッシュによる紫外線照射をより有効に行うにはアルミニウム反射鏡による表面反射が有効である。しかしながらエレクトリックフラッシュの発光管には紫外線カットガラスを用いたり金白膜の乗着を行って紫外線放射を抑止したものが多い。これは通常の撮影では紫外線は青かぶりの原因になるなど弊害を生みがちであるからである。 そのため、紫外線光源として、専用に設計されたものとして、ブラックライト、高圧水銀灯、重水素、ランプキセノン水銀ランプなどが存在している。撮影方法は、紫外線そのものを撮影する方法と紫外線による傾向を撮影する方法がある。デジタルカメラを用いる場合、カメラ内部の光学素子が紫外線をカットアウトするものを使用している場合があるため、 このような場合には、光学素子を交換するなどの交換が必要とされることがある。撮像素子そのものは、通常、紫外線に対する感度を有する。デジタルカメラの撮像素子と、銀塩写真のフィルムは両方とも可視光だけではなく、紫外線に観光し、光源も、通常使われる日光やフラッシュに、紫外線が含まれるのでこの二つは特殊な装備は、 必要なく以下の点に注意すればよい。まず撮影したい紫外線がどれくらいの波長かでレンズを変える。近紫外線なら普通のレンズも一部は350から360ナノメートルあたりまでの波長は通過できるためにそのまま紫外線写真は可能であるがより短波側の紫外線を撮影する場合には赤英ガラスやフッ素子を用いた光学系が必要とされる。 これにより波長180ナノメートル程度までの撮像が可能になる。次に紫外線以外の可視光の影響をカットするためにレンズに紫外線のみを通すフィルターをつける。人間の目は紫外線を感じないので撮影したいものを見逃さないように特に証拠写真などの場合はくまなく撮影する。紫外線の焦点位置は可視光線の焦点位置とは基本的に異なるため オートフォーカスが使えなくなり、手動で焦点を合わせるにしても、可視光線の場合から補正が必要となる。レンズの中には、紫外線での撮影の便宜を図るため、意図的に紫外線での焦点と可視光線での焦点位置をほぼ同じになるように設計したものもある。紫外線によって発生する傾向を捉えることによって、紫外線の存在を捉える手段は、 紫外線そのものを撮影するよりも簡便で良い像が得られることが多い。紫外線を直接撮影する場合は、紫外線が非可視であるため合照が困難だからである。この場合、紫外線のみを発生させる光源を用いるか、光源から発生する可視光線を冷気フィルタを用いて排除する。なお、冷気光をカットする光学フィルタは吸収フィルタで、 冷気用の紫外線が映り込んでは困る場合にカメラにセットして用いる。この方法の問題は暗黒化でしか行えないことである。したがって室内か夜間にしか適用できない問題がある。できれば暗室を用い、被写体以外は暗幕で多い撮影者は黒色の衣服を着用するなどして不要な映り込みを避けることが望ましい。さらに、 赤外線の移り込みが問題になるような場合は、赤外線を遮蔽し紫外線を透過するシャット BG-38 や BG-40 フィルタなどを使用すると良い。夜明け前や夜更け直後は紫外線が大気によるレイリー散乱を可視光線よりも受けやすいため、光線中の紫外線の非強度が高い。ありがとうございます。